はい、日本一早い格闘ニュースの時間です。最初のニュースです。 K-1 レジェンド現役復帰についてです。 K-1 レジェンドことムサマサチャンネルで武蔵を裏切ったマサソさんがなんと相撲で現役復帰するみたいです。次はブレイキングダウンで殴り合いに復帰してくれでしょう。絶対しません。次のニュースです。朝倉トップチーム崩壊についてです。朝倉トップチームの初期係白川アホの子天然ポテトヘッドアホの子ハッシュポテトがなんと朝倉トップチームを崩壊させていました。実は共食いをしていたのです。マックのポテトを食べながら動画を撮っていました。もう戻れないでしょう。次のニュースです。萩原恭平朝倉未来に喧嘩売るについてです。我らの萩原の恭平がピットブル兄弟の下で武者修行中です。かなり仲が良くなったらしく動画でタコスみたいなやつを食べていました。これは確実にタコさんウインナー体型の朝倉未来への挑戦状でしょう。絶対違います。次のニュースです。平本蓮快挙達成です。なんと我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本蓮くんが自分のブランドで真夏にもかかわらずダウンジャケットを売っていました。さすが格闘界の反逆児です。季節にも反逆してるみたいです。絶対売れるでしょう。次のニュースです。堀口恭司対戦相手決定についてです。大会まで1ヶ月にもかかわらずスーパーライジンライジン38と対戦カードが全く発表されていませんが、堀口恭司選手の対戦相手の噂が入ってきました。なんとおしゃべりクソ野郎こと恭司とボクシングルールで戦うようです。そうなればステマの恭司軍団は全員堀口選手を応援するでしょう。次のニュースです。パンちゃんリラ隠し子発覚についてです。我らの可愛すぎる松尾番内に美女格闘家パンちゃんリラ選手が隠し子がいることが発覚しました。なんとスイカを産んでいたのです。勝手にしてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。